長時間特別番組27時間チャレンジテレビ1997年の生放送が行われた代々木第一体育館27時間チャレンジテレビは1996年と1997年の各11月に放送されたテレビ朝日の秋の大型特別番組の総称である。当時の人気番組、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーこれができたら100万円。をベースにし、炎のマイナスの MC、うっちゃんなんちゃんをメイン司会者に据えた。テレビ朝日としては、初めての本格的なテレソンである。1996年、岩手朝日テレビの開局によってテレビ、朝日系ネットワークが26局になったのに伴い、メイン会場の横浜アリーナより11月2日午後6時11月3日午後8時54分、延べ2日間。約27時間にわたって生放送された。チャレンジをコンセプトテーマに30人31脚をはじめとする挑戦企画、歌番組や旅番組、バラエティ番組などを放送した。3日の朝8時から午後1時45分までは第28回全日本大学駅伝対抗選手権大会の生中継が組み込まれた。すでに他局の長時間特別番組は夏の恒例となっている、老舗の24時間テレビと、フジテレビの FNS27 時間テレビと年末に、報道30時間テレビの3本があったが、24時間テレビや27時間テレビと重複するため、放送時期をずらした秋に放送された。テレビ朝日は、翌年の1997年も11月8日から9日の2日に、渡って放送。会場を、前年の横浜アリーナから東京、代々木第一体育館に移して生放送された。本番組はわずか2回で終了となったが、30人31脚は独立した企画として2009年まで放送された。総合司会インフォメーションアナウンサー1997年の主な司会者挑戦者出場選手、結果全国約1万人のアンケートからランク付けした。熱血27時間へのチャレンジ宣言に関するカテゴリー27時間ぶち抜きスペシャル熱血チャレンジ宣言97に関するカテゴリーありがとうございます。